月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは、小川和久さん、軍事アナリストの小川和久さん、前にも一度お越しいただきましたけど、今日はですね、北朝鮮が4発同時発射という、ことをやりましたが、そのなんていうか北朝鮮の意図とかですね、を深読みしていただこうと、こういうことなんですけどね、小川さんの経歴ちょっと改めて見てましたら、もともと自衛官でも自衛隊にもいらしたんですけど、同志社大学進学部中退っていうのがあって、なんで同志社大学進学、佐藤優さんの後輩ですかね、先輩か、彼は14年後輩です。後輩か、はい、なんで進学部を選ばれたんですか。同期不順なんですよ、はい、だ15歳で自衛隊に行ったのも、家が潰れて仕送りしなきゃいけなかったから、人の世話になるの嫌だったからですね。で大学入ったのも防衛大学校に今行くかどうかというけど、どうしても文系をやりたかった。で当時理系しか防衛大学校なかったんです、ね、あ、そうなんですか。でどこがいいかと探しているうちにいろいろつまずきもある中で、就職口も兼ねて教授になる約束で同志社大学の進学校に入ったんです、はい、あ、そうなんですか、はい、で進学を勉強したわけ、一回も授業に出ませんでした。あ、そうなんですか。だから佐藤勝は修士課程までちゃんと終わった、まともな進学生なんで、私はもう天ぷらなんですね。あ、そうなんです、はい、はい、なんかつまんないことをお伺いしてすみません。それで本題なんですけど、この前の4発同時発射と、はいはい、これでですね、これが三沢基地を、狙ったんではなかろうかとか、はい、三沢基地を狙えるよという意思表示だとか、はい、いろんなことを日本のメディアは、書いてますけど、はい、小川さんは、ちょっとそういうその読みがですね、はい、浅いんじゃないかと、はい、違うんじゃないかと、こういうことをおっしゃってますよね。いろんな見方があって、はい、大体絞り込まれていくわけですから、どれが間違いだどれが正しいかって話ではないんですね、はい、ただ一般に言われるように、その北朝鮮がいきなり牙を向いて、はい、日本にミサイル撃ち込んでくるとか、昔で言うとその、38度線の北側に集まっている北朝鮮の大軍がある日突然ね、38度線を越えて韓国に攻め込んでくるとか、そういう類の話じゃないということなんですよ、うん、だからやっぱりその辺は整理していくということで、まず我々やらなきゃいけないのは空騒ぎしないこと、で向こうの思うつぼにならないこと、そしてその向こうをその安全な状態にしていくための外交安全保障政策を、手順を踏んで進めていくということなんですね。だからそのいきなり打ち込んでくることはないよとかね、はい、いきなり攻めてくることはないよというと、じゃあ安心していいですねっていうのが日本人でしょ。まあそうですね、安全保障の世界にはね、安心していいって言葉はないんです。あ、なるほど。だからその空騒ぎしないで済む、向こうはこういう狙いをしているっていうのは、分析の中で出てくるんですが、やるべきことをやって備えなきゃいけないのはこっちの仕事なんですね、日本側の、その辺はまず前提として申し上げておきたい、小川さんは、今度 その4発同時発射は、金正恩のですね怯えだと、はい、怯えの表れだと、こういうことをおっしゃってますね、これどういうことなんですかね。いや、これはいくつかの材料を分析していって、はい、合わせて読んでいくと、そういう結論になるんですね。一つはですね、威嚇じゃなくて怯えなんですか。怯えですね、4発の弾道ミサイルが移動式発射装置から、上がっていく動画が出ましたでしょ、とあれ見るとなんかあれがああいった打ち方をされて日本にも飛んでくるんじゃないかというイメージがありますね。普通そう思いますね、普通の人は。ただ移動式発射装置、TEL TEL と書くんですが、はい、これは普通はトレーラー上 の、発射装置に寝かしてありましてね、はい、で森とか洞窟に隠してたんですよ、でアメリカの偵察衛星に見られないように、で発射をするというタイミングを見て、できれば、向こうの偵察衛星の能力が落ちる雲がある状態とかですね、これも合成開口レーダー使えばある程度分かるんですが、やっぱり雲があるっていうのは、衛星にとっては不利です、そういう時に、引っ張り出してきて、発射装置の上に立てて発射する、
で、あんな並んで撃つということはないんですね。あ、アメリカや韓国が先にね察知したら、はい、一発で4発のミサイル行っちゃうわけでしょ。そうですね。だから数キロ離れているわけですよ。うん、でああいうふうにやるっていうのは一種のショーなんですね。デモンストレーションなんですね、はい、うん、もちろん威嚇っていう狙いもあるし、あるいはその国内 の, その、国威発揚のようなところにつなげたいっていうのもあるし、あ、うん、まあ、それがはっきりある。ただショーであるってこと、うんうん、であと同時に読まなきゃいけないのはその朝鮮労働党の機関紙、はい、労働新聞ってありますね、はいはい、でこれ の, その一面トップの記事ですよ、うん、でこれは記事そのものとそこに載っている写真ですよね、うん、で記事そのものをですね読んでいくと冒頭にですね、はいはい、有事の際にアメリカ の, その基地を攻撃する部隊が発射訓練したっていうことが書かれてる。有事の際にって言葉が大事なんですよ、うんうん、つまり戦争になったら、うん、ということですね、はい、ということはこれ文脈で言うとあのアメリカが手を出したら反撃をするぞって、うん、だから平時なら発射しないよってことですもんね。手出さなきゃ大丈夫だって、うん、なるほど、発射しない。ただその能力は磨いているってことなんですね、うん、で記事の本文はずっといくと、うん、あのたった一つの火花が散っても我々はその、本拠地を侵略の本拠地を叩く。その本拠地っていうのはその在日米軍基地だ、うん、そういう言い方、うん、だから一発でも火花が散ったらというのはまたね、うん、アメリカ韓国が手を出したらな。なるほどね。だからここでもはっきり彼らが、うん、あの発射をまあしてみせる意図というものと、うん、あと今のその金正恩朝鮮労働党委員長の、うん、気持ちというものが、うん、まあ、読み取ることができるということですね。うん、おいてそれと合わせて朝鮮、労働党のですね機関紙に載ってる写真というものが、うん、情報機関の分析の手法でいうと、うん、面白いものを示している。でそれがこの写真ですかね。これですね、はい、これは、ね、新聞に載った写真をまたあの連合ニュースが、ね、はい、配信したりなんかしてるんですが、うん、これ単にこう写真、地図を指さしてあの、うん、指示棒で指してる話でしょ、はい、と地図が何なんだろう、朝鮮半島か日本列島かっていうぐらいですよ、まあそうですね、ただ情報機関の人とかその手法を持った人はこれをね、はい、あの全部補正して真正面から見ることができるんです。そうなんですか。でこれ、まあ、著作権の問題があるんでね、はい、それをそのままあの真正面から見た写真は出せませんが、あのやっぱり、こちらのですね、はい、こういうふうにあの地図を、はい、書いてもらったんですね。これはもう私の同僚で西田孝之さん、静岡県立大学の特任助教です、ね、はい、彼はアメリカのシカゴ大学の安全保障の博士ですけどね、彼はそういう手法を持ってるんです、うん、で朝鮮語も読めるし、これはじゃあここに、はい、この地図を正面から見るとこうなると。ああそうなんですか、ええ、あではっきり、まあ、私は地図見たんだけれども、はい、あのこの辺はあのちょっとグレーで網がかかってますよね、はいはい、でこれ発射地点、はい、で今回発射したのはスカッド ER という、射程距離1000キロのタイプなんですが、うん、これの射程はちょうどこの円なんですね。あ、なるほど。それであの金正恩さんはその指示棒でこの辺を指してるんですよ、はい、うん、それでミサイルは4発こっちに飛んでるんですね、はいはい、そうですね。と普通はミサイル飛んだ方向からこの三沢基地があるんですが、まあ、三沢基地というふうに一般的には言われますね、はい、でもここからじゃミサイルには届かないんですね、うん、この辺から撃ってやっと届くかどうかなんですよ。そうなんですか、ええ、うんうんうん、でこっちに撃ってる。だからあんまり実害がね、うん、まあ、その軍事的には出ないところですよ。もちろん、まあまあね、漁船に当たったらどうするかって問題もあった、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると
花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うにその長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。